はようございます、ゆりじゃらです。ついにやっと大阪にやってまいりました。はい、京都駅から心斎橋駅に向かいたいと思います。京都明日で、この旅は終わります。そして、最終日に、まあ、実家なんですけども完全プライベートで、最果てのこの旅最果ての地兵庫県に向かいたいと思います。いや、しかし疲れた。本当に疲れました。なんか今でしかね、こういう旅ももしかしたらできんかもしれへんけど、結構疲れますね。なんか自分が今まで企画してきた中で多分一番トラブル多かったんちゃうかな。うん、でも何せよ大きな怪我もなくたどり着けたのは本当にラッキーだったのかなとも思いますし、はい、まあ、一応最後あの心斎橋でね会える方はぜひ会えたらなと思います。そして今まで来てくれた方たち、本当に、ありがとうございました。では行きましょう。最終日の心斎橋へゴー。時間になりました。はい、まだ時間じゃないですね。まあ、ちょっと待ってきます。あ、僕ですか。配信です。YouTube です。女の子みたいですね。ありがとうございます。男でしょ。そうです。ね、騙されるわ。ほんまですか。じゃあ一人目騙されたということで。いや、騙されるよ。もしかしたらあれでしょ、ナンパされるでしょ。ちょっと入ってくださいよ。バズるね、バズる、バズります。今日はもうお姉さん多分あの新世界のそっち方向行ったらバリバリ寄ってくると思う。新世界か。ほな今度行きます。じゃあ、いやー、来てくれたのか。風が強い。ちゃんとメイクしてるやん。これもちゃんとモザイクかけとく。マッキーとかにあったでしょ、昨日。昨日ありました、うん、お知り合いですか、うん、割とよく1週間に1回ぐらいとか。え、そうなんですね。多い時は、まあ、マッキーがね、顔がひどいので。あ、そうなんですね。新世界ってどんなとこかも分かんなくて、はい、で、いろいろ聞きました。あ、分かりましたか、はい、あの多分日本で一番大きなその女装さんが交流できるようなコスプレのイベントとか最近は中止になってるんだけども、はいはい、コスプレのイベントとかあるときは、うん、地方からとか皆さんこの遠征でガラガラ持っていくと、はい、あ、そうなんですね。連泊して、はい、それにこの隣の日本橋とかのコスプレイベントとかに出ていくとか。あ、そうなんですね。来てくれてありがとう。ちゃんと加工してるから大丈夫やね。久しぶりやな。元気しとった？元気？元気やね。お疲れ様。ライブ配信どっかしら見た？あっちに行ってみた。あれなんか結構危なかったみたいな。いや、でもちょっと怖かったね。今日はありがとうな、来てくれて。今日はよろしくな。よろしく。顔ちっちゃいで。じゃあありがとうね。もうちょっと欲しいかよ。あれあった。俺昨日泊まったホテルが洗濯できるの無料やった。あ、コート以外は全部だった。うわ、びっくりした。今日はありがとうございます。いや、勝ちよかったね。はい、冬ちゃんですね。はい、どうです。はい、1ヶ月ですよね。あ、1ヶ月です。なんでその女装しようと思ったんですか。あ、まあ、きっかけみんなしていらっしゃるのを見て、はい、あ、なんかいけそうやなみたいな。あ、そうなんですね。やってみてやっぱりハマった感じですか。そうですね、あのいろんな方とあの、はい、話できるのでめっちゃ楽しいです。お会いできて超嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。、はい、バスの
乗り込んで今向かってるんですが、僕が今日バスガイドを任されて、僕のステージはまだちょっと、1時間ぐらいかな。その前にちょっと食事がありますので満喫したいと思います。あともう少しでライブステージやってきます。無事に全てのイベントごとが終了しました。終わってしまうと早いんですよ。もうあっという間だから、なんか今になって思えば生きてるからこう言えるかもしれないけど、本当に旅をしたらよかったなと思ってます。まだまだ行けるって思ってるんですけど、やっぱり体はどうにもならなかったですよね。もちろん体力がどうのこうのとか都市がどうのこうのとかじゃなくて、もう単純に距離数をねちょっと間違えました。今日来てくれた、いや昨日と今日、そして、旅の途中に、各県に来てくださったファンの方たち、そして上底さんたち、本当に来てくれてありがとうございました。この姿で最後ファンにバイバイを言いたくて、ちょっと待ってます。来た、はい、じゃあ最後手を振りたいと思います。じゃあなー、バイバーイ。いやー、何回携帯落としてんのこれ、まったくは